さらに上の仕事に挑戦できる。お疲れ様です。あ。ピカチュウさん、配信ファイトです。ありがとうございます。あれ変わったんですね、名前とアイコンが。西さん、こんばんは。ユタさんの右腕になりたいさん、こんばんは。TT さん、こんばんは。なんやかんや日本勢 KOK しか残ってないのか。そうみたいですね。俺どこに負けたんだっけな。ここに残ってないくらいに負けてるな多分俺ら。あ、調べられて ATN でやったんだっけか。忘れちゃった。パプリカさん、こんばんは。 RNC ファーバー FF ビッグファン Thank you。さあちょっとまだマッチングが始まってないので、ちょっとチャット映すことになっちゃうんでね、今フィルターかけてますが、フィルターというかベスト8ですね、プレーオフ。この8クラン、左下のクランどこだろう。まあ普通にいいマッチングだよね。バトジンガー VS KOK、 一応クイーンオーカーズカップの覇者ということでね、クイーンオーカーズカップがどこまで通用するのかというのも見ものじゃないでしょうか。第2回もそろそろクイーンオーカーズカップも始まりますし、ちょっとね明日もいろいろあったりとかで楽しみですよ。始まらないっすね。一応じゃあ今回の対戦のスコアというかその辺見に行きましょうか。スタッツをね見に行きましょうか。どうぞ。すごいなこれ。ラントさんですかね。KOK が左、バタジンガーが右側になっております。すごい顔で提出したな。すごい顔で提出しましたね。これはスタッツだけ見ると圧倒的にバタジンガーが押してますね。全開率が 23% も高いのと、まあ、やっぱ世界大会出てるクラーはね、まあ、どこも強いよね。シンプルにバタジンガーも4位だっけ。結局世界4位ですからね、このクラーは。普通に強い。どういう写真なのこれ。どういうあれなんだろうな。おもろいなあ。さあマッチングがなかなか始まらないですね。バドジンガーなんか結構マッチング遅れるようなイメージある。
ゆうたくんこんばんは。なんとさんの写真じわりますね。もう誰だこいつ。長いな。採用されると思ったバチコリ採用されましたね。これなかなか始まりませんが、今日はどういうメンバーで。お、来ましたね。これ5番の方って誰だろう。5番の人って誰なんですか。ココアって読むのこれ。あ、みんなには見てないかこれ。さあ一度スタッツを封印していって、こちらですね。提出とマッチングがされました。というわけでこれ5番の人誰ですか。知ってる人います。あー、なんかツイッターで今日頑張りますみたいなこと言ってたから、さとりさんかな、そんな気がする。そしてバドジンガーも新体制入ってますね。あれ、リキレズいるな、まだ。うん、CWL スポーツもあるからね、まだ。ちょっといろいろ海外の方も移籍の噂を聞いてるんですけど、とりあえず新メンバーでホセが入ってますね。もともとあれですね、この人は。あれだ。あ、やっぱサトリさんか。サトリさんですか。よかった。ホセはね、スペイン人だったかな。あれの人ですね。ノバイスポーツに出てた人ですね。あ、とかゲームじゃなくて、あの、BGM の音量サイズなんかでかかったりしたら教えてください。リキレズ、ジーマ、ウェイスティット、アバター。下4人はね、まあもともといたんですけど、いないのが ND とフアンですかね。フアンはもう移籍をしましたね。で ND がいないと。結構あの人の攻め面白いから好きなんですけどね、個人的には。ランニングが面白い人はね、見てて面白いよね。少しちょっと火力は落ちてるのかな、どうなんだろう、微妙なとこだな。まあ、リキレズとかジーマとかアバターはね、バトジンガーの中でも全開率が高くて安定してた3人でしたので、まあ、ここ3人は結構全開率だけ見るならばかなり強いですね。音大丈夫です、ありがとうございます。ニヤビさんかな、こんにちは。なんだろう、クイーンウォーカーズ以外の日本クランのあれもちょっと増やしたいですね。海外の配信とかも。今回ちょっとたまたま、今日はね、西さんがツイートしてたの見て、あ、そうなんだと思って、今日試合あるんだと思ってね、気づけたんですけど、クイーンウォーカーズとかハグレ以外のね、日本クランが海外とかでなり始め、なんか対戦し始めたら楽しいな、普通に。投票ちょっと、ああ、なるほど、ちょっと待ってくださいね。どこに入れたっけかな、これ、これか。よいしょ、これだったかな。ポップアウト、セッティングで、オプション違う、これだ、これか、クリエイトだっけ、合ってる、やべ、使い方捨てちゃった。適当にちょっとスコア予想入れてみよう。これでできるようになったかな。これでポップアウト、
は出ねえなこれ。どうやんだっけ。あ、これや、インポートや。インポート OK。 エラー起きてる。イージーチェックアウト、エキスポート、ふざけんな。わ、ピカチュウさんスーパーチャットありがとうございます。ラント君ファイトというわけで今日頑張ってほしいですね。ありがとうございます、スーパーチャット。そうですね、せっかくなんでグインウォーカーズカップもね、点数予想のね、スコア予想はやっていくので、練習がてら練習がてらスコア予想してみてください。ちょっともう一回ジョーカーさんの DM 見直しに行こう。これをコピーして、一旦切るか。これオップアウト、インポートにこいつを入れる。これでできたかな。12、12、ほらどうかな。やべ、どれにも行かねえ。あ、来た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 、できたできたできた。いけた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 、よし、設定できた。これでスコアを終えるようになったので、何対何でどっちが勝つかってきたねことを入れてやってください。リアルな予想しとこうかな俺も。おお、始まってるもんね。どっち先行なんだろうこれ。書いてるかな、書いてなかった。外しとこう。ケオケに勝ってほしいね。楽しみ。普通にグリーンウォーカーズカップもね、同じような感じで点数予想をつけて、今回もちょっとね、公式さんにご協力いただき、クラクラグッズご用意いただけるという話なんで、ちょっとね、まだ中身に関しては決まってないんですけど、ご用意いただけるようなのでね、クイーンウォーカーズカップも同じような形式で点数予想プレゼントキャンペーンやりますので、ぜひご参加くださいというわけで、はい、1月の21日からですね。楽しみだな。そのね、クイーンウォーカーズカップの第1回の優勝クラン、キングオブキングスが今回試合をしているというところで、33対4、かわいそうに野球のスコアが出てきましたね。阪神だっけ。マジさんこんばんは、ふみさんこんばんは、ミドルさんこんばんは。シンプルに強いからな、バドジンが。この人たちね、勢い乗った時のバドジンがってマジで強いよね。春さんでいいや。春さんこんばんは。ちょっと真ん中読めなかった。アヌビスかな。なんだっけ、この前のイッツカップか、イッツカップだっけ、バドジンガにパフェられたの。あの時のバドジンガ強かったな。不安がね、どっか抜けてどこ行ったんだったかな。なんかそのよくわかんないくらい行ってた気がする。結構名前は聞いたことある人たちとやってたけど、リキレズがねめちゃくちゃ強いんですよね。この前年間のスタッツ出てましたけど、リキレズもかなり高いところにいた気がする。いた、 75% ですって。前回率高いですね。
トップ10に入ってるぐらいですかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 位かな。すごいな、 75% で9位なんか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 だよね、9だね。すげえな、やっぱ額すげえな。ダントツですからね、試合数ガクガストがえぐいですね。シャリさんこんばんは。さあそろそろ37分になるので、バドジンガーはジーマも入ってるんだ、これ2人だけかな、スタッツ入ってんのは。2番のリキレズと3番のジーマが年間のスタッツ上位に入ってるみたいですね。楽しみだな、普通に。ガクトもちょっと話したんだけど、知り合いがなんだろう、強豪クランと対戦してるのめちゃめちゃ楽しくないですか。普通にめちゃめちゃ楽しみ。さあもうそうだね、キングオブキングスのロースターこんな感じになっております。ノババリさん、ラントさん、羊さん、王さん、サトリさんと。さあ残り2分でファーストアタック飛んできますね。そうだね、残り2分暇らしく動かずカップの話でもしようか。どこだ、トーナメント表連絡あった。1回戦がね、ハーグレメタル VS クレイジーギア、あこの画像入れとけばよかった。ブレイズ VS GS、 高一 e スポーツ VS ネコフンゾワールド、ゼロファミリー VS KOK。 そうか、ゼロファミとなんだ KOK を。アブソリュートゼロとアナザー GB2 の1回戦熱いな、重いな、ここの一戦。あとはテングとアフェリオンも結構熱そうだな、ビッグマッチだよな。なんで時間こんなにあるのにライブ開始するんですかってことや。あーそういうことかな、あと1分で攻撃きますよ、時間が決まってるんでね。5v5 はね、攻めなきゃいけない時間が決まってるんですよね、残り時間で。あと30秒ぐらいで攻撃が来ます。どっちから来るか分かんないけど。前回のクイーンウォーカーズカップ1回もスカイ予想当たりませんでした。 GG。あれ普通にむずいよな、スコア予想勝敗予想だけでも五分だし。あ、相手からだったね。バドジンガーから先行、アバター。さあ天才ラバルでインビジブルが1枚入っていく。配置に関してはボックス陣ですね。あー美味しい、真ん中マルチ2本折り。これはあえてなのかどうなんだろう、一マス間違えたか。これはマス目、これは誘ってるんじゃなかったらミスですかね、どうなんでしょう。真ん中テスラもありそうですけどね、と思ったら普通に入ってるか、ターン前。なるほど。さあウォールブレーカーをくっつけてきて、これは投石の方へ。クランジョが寄せてあるので逆サイスーサイドがバカ欲しくなりますね。しかも対一クロスの時はキングで取れつつロイヤルチャンピオンを刺していく、これはぶっ刺さってるな。真ん中テスラもこれで2本しかないのは確定してますからね、あったとしても。さあクイヒー、いやークイーンの方でしっかりとタウンホールは射抜けつつ、クイーン処理と投石まで見れて、これはプランがめちゃくちゃに強い。さあトークローク吐きまして、
しっかりドルネも解除できちゃったとなるとこれは止まらなそうな予感。さあ援軍に関してはストライカー安いまで折れましたね。さあテスラは真ん中生えてきましたがというところ、まだラバーは出さずストライカーをしっかりと処理をするような形なんですけど、なんかすごい逸れてる。このポイズン外したらちょっと、おお2枚目あるんか、そっかそっか2枚採用なんだ。さあこれはウォーデンかなり角度を変えてやってきましたね。さあポイズンかけてるんですけど、少しこれウォーデン像のところもバルーンが若干下り気味ではありますが、それでも押し切れそう。あとは時間との勝負って感じになりそうかな。さあストライカー3体いるんですけど、キングに釣られないように角度をつけたいので、ウォーデンの角度しっかりこっちから持ってきましたね。さあここでトームをかけていくでしょう。トーム、さあ真ん中テスラなんですけど、残り時間は1分ほど。さあウォーデン像にとどめを刺さないのは気づいてなさそうですね。これウォーデン像が残ってることには気づいてなさそう。ただ回っちゃうかな。フリーズ2発とヘイスト1発、時間も間に合ってしまいそうですね。ここちょっとね、ウォーデン像が無双はしてるんだけど、時間足りちゃいますね。おそらくこれはマス目のミスに気づいてなさそうだ。真ん中マルチ2本折りはバカ美味しいですね。まあ、1本寄せたら寄せたでだったと思うんですけど。さあ中心赤枠はドラゴンライダーが解除していって、呪文も3枠残っての圧倒的全開、さすがですね。見逃さないですね、世界大会出るようなクランは。ガーサス、これは強すぎる。これはめちゃくちゃ強かったな、プランが。天才の方でね、マルチ2本折れるってなると、そこでちょっと呪文で余裕もできたので、ポイズン2枚積んだり、インビジブルをね積んだりと、バルパートにあんまり呪文は割いてなかったんですけど、それでもいけてしまうぐらいの、まあ実際余ったしね。シナモンさんこんばんは。森克美が1万2000円のスパチャを送りました。虚偽の報告なのでこの人釣ります。レッツゴーリクー、ハローヌープ、うわー、アラトリアさんこんばんは。森克美さんナイスパーって言ってる見えてないものが見えてしまってるな、この人たちには。まず来ました。さあ KOK、 おお、先陣を切るのはラントさんですね。スーパードラゴン、さあポイズンも積まない男気スタイル。さあターン前をちょろっとスニゴブでカットしつつ、スーパードラゴンやっていきそうですね。これはもう二次三次面で取って突撃艦をターンホールへという流れでしょう。さあ援軍に関しては結構真正面で当たれるので、まあポイズンは積まなくてもいいでしょうというところ。トムも一緒に合わせれそうですからね。さあちょっとクイーンが撃たれてるんですが、早めに大砲切りたい。うわ、ギリギリクロークは余せれた。そしてちょっとトルネードに引っかかっていますが、これはフリーズで突破。援軍は出てないよね。さあクラン城は先に潰すことができました。さあスーパードラゴン猛威を振るってますよね、各地で。これはクイーンがクロークを残した状況でギリギリかわしている。これはいい展開ですが、真ん中ホーミングが結構刺さりましたね。ドカンドカンと当たっていって、最終区画にはテスラ森。さあフィストを残した状況でここは回ってきて、ロイヤルチャンピオンをキングで潰したかったんですが、フリーズかけるとロイちゃんに当たっちゃうぞ。さあもう一度フリーズを固めていく。さあドラゴンが、スーパードラゴン、まだ緑のやつが合流してきつつ、さあここはフィストも残ってるんですが、とりあえず投石と対地クロスへラストフリーズをかけていきつつ、対空砲を追っていきました。投石の滝はこの緑のスーパードラゴンが滝を取りつつ、流れたスーパードラゴンも止まらないですね。さあヒーローの能力はキングがまだ残っている。さあフィストを使って一気に外周部削り取りつつ、一生殴られてるんですけど打ち勝つスーパードラゴン、これは止まらない。そして1分20秒残しての圧倒的全開とガーサス、強いなー、こいつほんと強いな。さあ時間で圧倒的リードを取りましたね。1分39秒ということで1分のリードを取ることができましたので、万が一引き分けなんてことがあると、まあ一応時間でリードを取ってる KOK が勝つわけなんですけど、今回の対戦 BO2 になってるので2戦分ね
2000合計のスコアになるのって、まあ2000合計でドローになることはほぼほぼないので、あんまり時間は意識しなくて良さそうですね。うん、結果的に同点になって、パーセントまで同点になった時だけ、まあ一応時間が発動するんですけど、そんなことはなかなか起きないかな。ガサス。これは早すぎて、まだ1分半ぐらい余ってしまいましたね、時間が。ガチ強え。2倍ぐらいで見れば普通にもう一回見れますね。一応スミゴブでサイドカットして、まあテスラのケアも、まあテスラがあったら見れるっていうところと、クイーンでサイドカット、もう大砲ギリギリでしたね。あースーパーチャットありがとうございます。ランランナサト、これ無限にラントさんに全開取ってもらいましょう。スーパーチャットありがとうございます。2戦目もあるんでね、2戦目でも大活躍を期待していきたいところ。さあお互いに全開スタートで始まったので、すごく楽しみ、すごくいい展開になりましたね。いやー、2回も赤スパチャありがとうございます、ありがとうございます。さあ最終地点だったんですけど、まあ、結構早めにロイちゃん延命よりはもうスーパードラゴンと、まあ一番火力の高いところを止めてったって感じですかね。強いねー。さあ29分になりました。2回も見れちゃった。早い全開取ると2回も見れちゃいます。このスタッツスコア予想のさ、取っておいてくれる CSS 打ってるんだけど、森克美が1万2000のスパチャ送りましたまで入っちゃったわ。数字を拾ってくれるやつに今やった切り替えてあるから、ちょっと重めにね、広めに取ってくれるやつを採用してるんですけど、森克美の虚偽の報告までスコア予想に混じっております。はい、 13-13KOK が多いかな、一番パッと見 13-13 の13-12 ぐらいがめちゃくちゃ多いですね、パッと見ですけど。さあフォセさん、トッツビズラバル、この人はうん、やることあんま変わんないですね、いつもこれやってる気がする。天才ラバルとトッツビズラバルが多い人ですね。さあ強大爆弾、これは捕獲も1個あると積みますが、先にクランジを潰すことが成功しました。美味しいですねこれは、援軍処理をやんなくて済んだこれで。さあ6時からビタ付けクイーン、この援軍処理しなくていいの相当時短につながりますからね。トツビズラバルって結構時間がシビアな戦術でもあるんで、超美味しい。ウォーデン像はちょっと壊したかった感あるけど、まあしょうがないね。さあクイーンのタゲはアーチャータワー入ってるんですけど、1タゲなのでユニコーンでごまかしていくと。さあロイヤルチャンピオンもつけていきつつ、使わなくなったポイズンをリクスケとクイーンにまとめて打って、これ美味しいですね。キングがここかなり HP 温存されました。さあ奥からも出てきました、ウォールブレーカーが意味わかんないとこついたなこれ。さあラバルでタンホールを取っていくようなプランニングになりそうですね。 50% が足りるかどうか分かんなかったので、これはクエイクも一応採用してくるような形。クイーンの方でマルチも折れるね、これはクローク打って、ただこれはいいトルネード。さあラバとストライカーを後追いでかけてって、これはうまいですね。あー、いいタイミングで入ったな、ロイヤルチャンピオンのブーメラン。これはトームもしっかりかかって、ラバ2体分の活躍をしていきましたね。さあロイヤルチャンピオンもしっかり突き刺さっていって、これは圧倒的ですね。ガーサスだ。さあクロスボウの方へ寄ってきて、バルーンは十分足りている、インビジブルも1枚あるので、まあ残り時間も1分あるし余裕ですね。ガーサス、まあ、今回は結構、まあ、KOK ってもともとそうなんですけど、レジェンドっぽい配置だったり、シンメトリーの配置だったり、回廊陣だったりをね、クイーンウォーカーズカップでもたくさん使ってましたが、今回もそういう配置を特徴にしてますね。まあ、そういう配置結構ね、トツビズラバルとか、最初も天才ラバルでしたけど、ラバル系が刺さりやすくなっちゃうんだよね、どうしても。ラバルに弱いっていう弱点がありますからね、そこはしっかりバドジンガも見抜いて刺してきてますね。いやー強いな、バドジンガ。安定してますね。非常に安定してますね。
ガーバス、さすが世界4位ですからね、バトチンガーも。あとはでもそうだな、ウェイステッドは結構食い火のイメージ。ジーマは何でもやるね。リキレズは何でもやるし何でも強いね。基本はスーサイドラバルですけど。楽しみだな。初手でね、まあある程度取られるのをね、バトジンガーとやるっていうのが分かってるんで、まあなんだろう、2本取られたぐらいじゃ全く動揺等々ないでしょうね、さすがに。さあ今回もスーパードラゴン、クエイク入ってるんで、これはタンを取りに行くような形だと思いますね。さあホグライダーをバネトラップ、テスラテスラで、まあさすがにこれはタウン警戒しますねというところで折り切って、まあバルーンは全部使ってはしまったんですが、おこれ起動できんじゃね、落下で起動できそう、しましたね。さあタウンホールを新兵器で潰しつつ、まあ、テスラ全部割いてしまったんですけど十分ですね。テスラじゃねえよ、バルーン。あーこれいい感じに入りますねちょっとこれは対策の仕方がちょっとしょうもなかったですね。そもそもなんだろう、テスラだけで防ぐにはちょっと無理があるかな。まあちゃんとね、リクスケ対策にバルキリーも持ってきてるので、さあインフェルノドラゴンとヒーローでサイドカットをしていきつつ、初手トーム。スーパードラゴン結構バルーンの回数を少なくする人の方が最近は多いですからね。あーリクスケ出てる、ちょっとバルキリーまでは見えず、これはポイズンかかってしまうかな、どうだろう。タウンポイズンは溶けていきました。さあ中心部の方へ誘導はできてるんですけど、どうでしょうね。援軍に関してはラバストですね。援軍少しエアスイに吹かれ重めの感じなので、フリーズ一発対空あたりにかけていきたいかな。一体死んじゃうそれ。さあロイヤルチャンピオン裏からレイジ二発あるんでね、打っていきたいですね。ただこれはうんいいんじゃないかな、どうだろう。時間もめちゃくちゃあるし、さあフリーズをかけていつきつつ、ロイヤルチャンピオンはブーメラン、キングの方も活躍をしております。さあロイちゃんの竹が美味しいかなと思いきや、ラッシー入ってるが、これはもうさすがに止まんないでしょ。クイーンも黒く残ってるし、スーパードラゴンの HP が高いんでね、これはスーパードラゴンだけでも押し切れるぐらいの力強さがありますね。さあこれはバルキリーも追加していって、またしてもこれは全開取っていくと。スーパードラゴンが止まらない。あインドラもなんかいた、黒かまってるしね。さあお互いに譲らず、いいね、いいよ。ガサス早いですよこちら、1分55秒というわけで、まあ時間はねそんなに関係なさそうな展開ですけど、 BO2 なんで2000合計になるんでね、あれなんですけど、これはいいですね。全開を取られてしまった後にしっかり全開で返すっていうのがね、まあ当たり前なんですけど一番大事、流れを相手に作らせないっていうところでね、先行の方が有利に見えて、まあ後攻だとね取られ続けるとちょっとねその辺で1個取られ、取れなかった時にねガタッと相手に流れを持ってかれてしまうこともあるんでね、うん、まあ、しっかり今のトレンドを抑えてスーパードラゴンをめちゃめちゃ使いこなせてますね。まあ、レジェンドリーグとかもねスーパードラゴンめちゃくちゃ多いし、 5v5 の対戦でもねスーパードラゴンしかやらないクランは本当にスーパードラゴンしかやらないぐらい連投してくるクランとか多いですからね。この前もね一人も絶対にバルキリー使う人がいるんですけど、その人以外全員スーパードラゴンでやってくるクランと当たったりとか、うん、ちょっとこのスーパードラゴンに関してはねなんか入れたいね調整HP 落としたいかな、どうなんだろうな、 HP 落としたいかな。さあジーマスーパーネクロですね。この人もねほんと戦術幅広いですからね。そして KOK は本当にこれはもうボックスじゃないけど、まあボックス陣に近いようなちょっとレジェンド陣と
呼ばれるようなタイプの左右対称陣の配置を全部揃えてきた感じになりそうですね。これはいいよ。1個守りたいね。バドジンカー相手はね、そうだね、結構ボックス陣はどういう判断だったかな、まあ刺さるんじゃないかなっていう印象あったけどな。うまいなそれ。ボックス陣に対してスーパーネクロが本当に強いんですよね。しかもヒーローを先に潰せるっていうところで、これもめちゃくちゃうまい。あー強そう。ウッドランチャー型のねスーパーネクロがねボックス陣にめちゃくちゃ強いんですよね。なのでこれ戦術の選択自体はめちゃくちゃいいんですけど、キングがちょっと余計な穴を開けてしまいましたが、ウッドランチャーも穴を開けてくれたのでこれは間に合いましたね。さあこれトームいらずにこのまま突き進めるんだよな。なんかやばくなったらトーム打てばいいし、ここでまずはウッドランチャーもちょっと延命も兼ねつつってところですかね。あいいバルーンだなこれも。大量の罠を吸ってってウッドランチャーの中身にバルーンを入れたのは結構正解でしたね。これイエティ系入れる人も多いんですけど、スーパーネクロの場合ってこうやってバルーンとかハイゴレ混ぜた方が、まあ、スーパーネクロ自体がほぼ死なないのでちょっとフリーズ外しましたが、これは突き進みましたね。止まんないですよこれは。もう戦術が刺さりすぎてるので、さあしっかりと余しておいたポイズン打ちつつロイヤルチャンピオンも追加で出していって、フリーズも1枚。さあクロークはここはおおポイズンにダイブしていった。あただスーパーネクロ、あちょっとヒーラーが、あ食いヒーになりかけたね、なりかけてはいて、そこを見てしっかりフリーズを合わせていく。もう時間もかなり早いですしね、これスーパーネクロでこの時間になっちゃうんだよね。これはもう戦術の選択が素晴らしかったですね。この人結構配置に合わせて戦術変えるタイプの人なんだけど、しっかり正解というか刺さるプランニングをね正解出してくる人ですね。さあこれでバドジンガーも3分の3全開と。ボックス陣に関してはねちょっとね僕らもねバドジンガーに関してのあれを間違ってたかな。結構強いんですよ実はボックス陣とかレジェンド陣に対してバドジンガー意外と強かったりするんでね、特に不安も抜けてしまってるメンバーなので、1個守れればねテーパーで守れるのがボックス陣の魅力ではあるんですけど、バドジンガーは結構練習してると思いますね。もうさすがに強いですね。バドは多分対策陣かダイヤモンド陣の方が刺さりますね。僕らもこの前ボックス陣でパーフェクト取られてるんで、スーパードラゴンがね出る前のバドジンガーにボックス陣ね世界大会で使う配置らへんのねボックス陣出してパフェられてるんですよね。結構ボックスに対しては強いと思う。しかもボックスって結構ラバルに弱いんだけど、ラバルが得意な人が多いからね。さあ3連スーパードラゴンということで、これはかなり小手突でもするのかそのバルーンは。おロケバル来た、対空砲を降りつつサイドカットかなこれは。ロケバルで AT まで切っていく。なるほど、サイドカットをしていったイメージですかね。さあ十字面から、おおすごいとこに出てきたな。このテスラはなんだ、ウォーデンか新兵器か何かしら。おおなんだそれは、よくわからないテスラによってかなり膨らんでしまいましたね。あーギリギリですがトームはかかりつつ、ウォーデンかなり流されてます。これはどうだ、ちょっと中心部足りなそうか。しかもしっかりトルネードが置かれている、対策バッチリか、これ届かなそうだな。うわいい対策してるわ、これはいい対策入りましたね。さあタウンホールの方にユニットが寄らないとちょっと援軍も釣られてるし、1体でもスーパードラゴンが寄ればいいんですけど、これはシングルどうだろうな。対空砲は折ってるんですけど、ちょっとこれはロイちゃんで取りに行くしかなさそうか。
あー流れますね、かなりしんどそう。さあロイヤルチャンピオンちょっと流れてそう、これはやばい。さあロイちゃんの方にレイジ落ちつつ、あー対空を追ってから打ち終わった。さあリクスケも止めたい。これやばいな。さあどうだ、タンホールは、うおーなんとか取れた、怖っこれ。そうですね、リクスケ今ね一瞬でフリーズかけないとタイミングターゲット取られちゃうところでしたからね、これはかなり怖かったですね。なんとか星1の危機は免れ、煮干しを取ることができました。まあ、これは星1じゃないだけまだ良かったかな。すごい対策で、これはなんか別のものを対策してたと思うんですけど、なんだろうなこれ。さあここで一つ目、バトジン側に防衛が生まれましたね。これなんだろうな、ウォーデンかな、ウォーデンですかね。新兵器もまあ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 って感じだけど、うん、確かにね MCS とかねバドジンガーとかヨーロッパのクランってね割と罠で守りたがる傾向があるからね、テスラとかこういう新兵器に関しては、なんだろう、クロスとかそもそもで守るんではなくて浮いてるところにテスラとかリクスケ置いたりしてくるから、ウィーって感じなんだけど。オールボー、お疲れい、あっぱれさんこんばんは。いやーナイスリカバリーでしたね今のはね。しっかりフリーズをリクスケにも巻き込んで速攻で打たないとリクスケにターゲット取られちゃうことがね往々にしてあるので、早めのフリーズが大正解でしたね。いやー怖かった今の、今のはヒヤヒヤしましたね今のは。まあ、ただでもこれね星2で済んだので続きますね。ただ残ってんのかな、リキレズは多分ほぼこけないからウェイスティッドから守って、まあとりあえず最低でも14対15にしたいところですね。14、15にで2戦目を迎えるっていうのがベストかな。ベストは逆転か。さあ来ましたエースリキレズ。うん、純正のラバルにドラゴンライダーが1体入ってますね。まあ、配置に関してはちょっと島型をも入り、うん、島型とも呼ばれそうなぐらいの対象陣ですが、島ではないか、ちょっと島っぽいなんか離れ離れの区画が広いですね。そのボルブが積んよ。あーロイちゃんまでしっかりケアしてね、ほー早めにクロスの竹取りに行ったのかな、援軍を釣りたかったのかな。これは援軍潰したいのかな、これはロイちゃんとキングの方でクイーンの方に援軍が当たらないようにするためのフィストに見えますね。さあただロイヤルチャンピオンはそれてしまいましたが、それはそれでうーん強い。さあクイーンの方ではしっかりクロークでタウンホール射抜きつつ、さあラバーもこれは無視できそうかな、どうだろう、バレちゃうかな。シングルインフェルノがどれぐらい仕事するかによりますが、これドラゴンライダーどこ刺すんだろうな、ここなのかな、真ん中かこれ。マルチでもシングルあるからそんなには刺さんなそうですけど、アイスラバハウンドからのスタート。さあ通常ラバーも後追いでつけていきつつ、突撃艦は真ん中ですね。なるほど、ストライカーまで添えていって、うわうめえなこれ、このラバルのルート作りうまいですね。あ、真ん中イエティなんだ。おー、なるほど。さあ、裏からドラゴンライダーを刺していって、これ、あー、結局フリーズかけるんだ。もったいない気がするけど。せっかくね、ドラゴンライダーで竹が取れてたんで。さあ、ちょっとこれは防衛ラバが割れていって、真ん中とイエティが残っている。さあ、最終地点クロスボウなんですけど、これはでも最終、これフリーズ一発あるんでね。さあ、先に走ってったバルーンが全ての赤枠を解除しつつ、これドラゴンライダーのためにフリーズ残してますね。クロスを突破できるとなると、これは止まらないか。大量の罠は引っかかってはいるんですけど、あ、まだ台かあったわ。
とはいえ止まんないな、これはもう。うん、オールのチェインまで突き刺さりつつ時間は間に合いますね。おっと、ソラスケルトン登場ですが、これもオールのチェインが入りそう。入っていって強いな、強いですね。さすが世界4位でございます。パーフェクトペース、王手をかけてきたバトジンガー。そうね、ラバルが多いからね、このクランは。うまいですね。さあ4分の4で取られてしまいました。強いな、まあ力切れずはしょうがないかな。さあキングオブキングス側もね、2人続きたいですね。ちょっとパフェられるとなると点差は離れたくないですね。まあ14点ですからね、最低でも相手は一個ミスしただけでこうなっちゃうのがね、まあ強いクランとやる時の心理的なあれとかね。このペースで取られちゃうとうわーってすごいプレッシャーかかってると思うな。羊さんなのかな次は。頑張れ。ここ結構重要なアタックになりますね。さあ天才だ、5発型なので、5-1だとマルチインフェルノかシングルインフェルノだと思うんですけど、インフェルノが折れるんですけど、ルート作りならマルチインフェルノの方かな。真ん中折って外周歩かせるようなプランになるか、どっちかですね。ただウッドランチャーなんでシンプルにマルチかな、マルチ折りかな。これはマルチ折りですね。これってさ、さすがに時間かかるのかな。ライトニング3発だけ打つと、あ、まあそうだよね、スーパーネプって時間大事だもんね。さあストライカーも添えつつ、お、なんかビッグボーイがどっか行った。こういうのにヒーラーつくときあるから怖いんだよね。スーパーネクをしっかり流れてくれました。さあ援軍が連れつつ、ここはキングでサイドカット1マスク角へ流動していきますが、ちょっとボーデンがここはトームを吐かされてしまう。これがね、スーパーネクロの機動力のなさが出てしまいましたね。うわ、ヒーラーが回復ちょっと間に合わない。角入れだとね、確かにそういうことあるね。援軍連れてからの角入れだったので。さあウォールブレーカー1枚余ってるんですけど、これはどこ用だったのかな。裏の抜け道作るとかそういうのでとりあえず持ってった形でしょうか。さあフィストを使ってサイドカット、トス引っかかっちゃうのでちょっと怖いかな。どうだろう。さあ真ん中フリーズをかけていきつつ、フットランチャーがタウンまでの道を切り開く。さあキングがサイドカットはしてくれてるので、しっかり中心部入っていきますね。さあここからヒーラーがビッグボーイについている。ジャンプをかけて、うわーすごい量の赤爆弾。ウォーデンのライフオーラもないのでヒーラーの HP がかなり落ちているのと、ただそれでもスーパーネクロタフですね。さあこれは9時からのロイヤルチャンピオン展開していきつつ、うわーそのそれ強いな。リクスケからのタウンポイズン、ヒーラーがスイッチはしているんですけど、すべてタウンポイズンで溶け切ってしまう。ロイヤルチャンピオンもブーメランを終了しつつ、ここはロイちゃん来ましたが火力が高い、ちょっときついですね。稼げるところもそんなにないか。これはとりあえずここ巻き込みで2施設壊したいか AT を切るかどっちかの択ですが、おお、そっちから行く。
なるほど。ウォールブレーカーで破壊できる位置はないかな。さあ大工破壊していきつつ、まあでもこれは時間間に合うか。80で止まるかな。80まで行ってくれると熱いんですが、79は確定、80まで伸びるかどうかというところですが、 79% BO2 なんでね、2戦目に期待というところでしょうか。これはちょっと2戦目守るしかないですね。これはさあラストアタック、そうなると何パーでもいいから守りたいですね。1本79、まあパーセントで勝つことは結構厳しそうなんで、2戦目も込みで星で勝ちたいので、何パーでもいいから守りたいですね。おー来た、ブレイスデッドラストアタック。つむつむエンジョイ勢さん、かわいいハムスターさん、チキラ。さあ最終アタックもラバルということで、これ全員ラバルしてる、もしかしてスーパーネクロ1人以外全員ラバルですね。そうなんだよね、ボックス陣ってどうしてもラバルに弱くなっちゃうから。わあこれもだ、 IT 2本折れる。マルチとシングルインフェルノが折れるような形でしたね。今回2つあったんでインフェルノが天才で折られてるの、どうなんでしょうね、狙ってるのか。さあゴーレムを盾に、これはキングでタウンホールを狙っていく形。こういうのって結構クイーンでタウンを狙いに行くことが多いんですけど、おすごいテスラだな。火力足りるか、フィスト。さあ罠次第ではそれ、おーリクスケないんだ。どうだ巨爆、うん残った、タウン残った、これはいいぞ。残った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 、ただダイクがないのでタウンの HP はそのまま、これ援軍使わんのバカしんどいぞ。これは無理ですね。さすがにこのヒーローパート崩れて、ロイちゃんも多分これ違う使い方してるし、これストライカー残った。あーきついきつい。ブーメランは、あー撃てましたがタウンが残る。これはまあ無理よ。このヒーロー、おお、マジ。すごいな。そう来るか。ミリーヘルスのタウンホールを意地で終わりに行きましたね。さあラバルをそのまま続けていくと、まあとりあえずこれで一防衛できそうかな。しかもパーセント結構低くなりそうだけどな、この感じどうだろう。兵器もボマーセットしてたんで、全く違うことをねしようと思ってたと思うんですけど、さあストライカー全出ししましたね。さあ男の全ストライカーともここでかまして、いいかけないの、強気すぎる。しっかり見てましたね。おお、しかもこのストライカーが、しかもこれ溜めたところでキング勝利しかできないじゃん。このストライカー、ロイちゃんの勝利終わってるんだから。さあ男のストライカー溜めてったことによってトルネードを解除することに成功しました。さあラストフリーズ、いやでも意外と伸びるな、意外と伸びてはいますが、これイーグルが残りそうかな。投石の範囲内入ってるんで、これはパーセントはかなり落ち込みそうですね。撃て、ナイス、もう一回、いいよ。ウォーデンがしかもキングに捕まってる、あやめちゃった。パーセントかなり低くなりそうですね。ってなるとラスト全開取り返せば13-14かな、13-14で、まあ2試合目にだいぶつながる1点差になりそうですね。いい防衛だなこれは、かなり大きい。さあ時間もかなり短くなってきましたが、81で終わりそうだなこれは。81で防衛、あー美味しい美味しい。これはだいぶ全開取れればまだありますね。13-14でパーセントが81-79なので、まあ実質 2% 差と、でここが86で負けてるんだよね。84以下の防衛が1本出れば同点、83か、ラインは83以下の防衛が1本取れればそのままで同じ星勝でも勝てるし、
おお、これはレジェンド陣じゃないですか。何か変わっ、あ、安いこんなんだったっけ。さあそれに対してもスーパードラゴンやっていくと、手厚い完全逆光で突き進むのか、横から入りそうかな、さすがにこれは。さあこれはたー、うー、そうですね、迫撃砲のタギを取るためにスケルトンを出すことで新兵器に被弾を入れないと。うー、ナイス、いいですね。この辺が新兵器だけで確かに一掃できそうなぐらい新兵器ロードができている。こいつでもたまに意味わかんないムーブ取るからな。さあ刺さっていって、どっちから来るかな、横からドッカーンなのかな、ついよこれ。あ、表だった、確かにこういう受けって意外と逆に正面から行った方が強かったりすることもあるよね。あー、もうすごい、ものすごいことになってますが、うわー、まあ、今回もちょっとストライカーが刺さりかけてましたね。さあここでウォーデンは落ちてしまいそうですが、どっちにしろタウンポイズンを受ける係だったので、これは死にそうかな。で全部真ん中に行くんじゃなくて、若干サイドをね残したことでサイドに流れたかからない人たちがね生き残ってますね。これクランジョ潰しておきたいよ。クランジョ潰せましたね。オッケーオッケー、これはいけそう、これはいけんじゃない。対空砲4本が中心部残ってるんで、スーパードラゴン自体はねあんまり生き残んなそうなんですけど、クランジョを潰せたんで、こっからヒーローが止まんないですね。大量の呪文がありつつ、いいフリーズ。さあラストシングルにはしっかり、そうですね、スケルトンを先置きしておくことで3ヒーローが止まらないと。対空砲しかないってことは、逆に言うとヒーロー爆伸びですからね。ドラゴンに対しては強いんですけど、うん、しっかりとここはシングルインフェルノはラッシーとスケルトンで止めつつ、3ヒーロー能力残ってますね。これは余裕の展開。まあ、対空砲とかシングルインフェルノがね、真逆にバーって並んでたので、そちらは伸びなかったんですが、大量に残して、これは圧倒的ですね。ガーサス、いやー、これはまだわからない。2戦目つながりましたね。13対14と、まあ、BO2 なので、まあ、とりあえず1戦目は13対14で負けましたが、1点差なら全然まだありますね。まあ、パーセントはね、まあ、しょうがないかな。もう推し活でどっちにしろ勝ちに行くことになるんで、まあ、1点差じゃあれだけどね、2点差だね。2本守れるかどうかっていうところが難しいところですが、可能性が残ってるだけ十分ですね。さあ2試合目のマッチングが行われておりますが、あ、そうだね、そういえばスコア予想してたわ。13対14バドジンガーと書いた人が正解ですか。どれぐらいいるんだろうこれ。 TT さん13、14って書いてあるけど、バドジンガーって書いてないよ。13、14、さあ13、14って書いた人、お、パプリカさんも、まあ、まあ2人かな。そうなると2人正解と。すごいな、でもどんぐらいだろうこれ、何人ぐらい書いたんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26人か。26分の2か。まあまあな精度だな。13分の1、うん、まあ 0.3、 まあ 10% は切ってるけど、素晴らしいですね。さあ2戦目もね、スコア予想なんかしちゃってください。今の最後の強かったっすね。新兵器バックアドでしたね。新兵器バックアドからのタウンと一番ね重要施設が並んでたところ、スーパードラゴンで、まあ、死んでもいいから取り切ることでヒーローが止まらない状況を作り出しましたね。確かにそれが正解だ。
今の強かった。さあ CWL イープスポーツ、まあ、ベスト8入ってるのはこちらの8クランですね。今一番右下の対戦が行われてます。バドジンガー VS キングオブキングスと。キョリンランドさんですね。元気が出ますね。変わらずかなお互いに。うん、バドって他に誰かいるんかな。変わらずか。ラント君顔反則。ちょっとあれずるいよな。さっきなんかチャットでユダさんあれサムネにしてくださいって言われた。さっきのダンスさすがに破壊力ありすぎるんで、ちょっと素材持ってないんだよね。破壊力ありすぎる。It's beautiful。 ドクターエムさんこんばんは。今来ました。こんばんは。さあ13対14のパーセントは何パー差だったかな。3.2 かな。 3.2×5 だから16%かな。フリー素材って言ってましたよ。外見ました見ました。提出した画像欲しいんだよな。1回目はね13対14でバドジンガーが勝ってます。さあ2戦目も早くも敗戦していくような流れですね。やっぱバドジンガー強いな。波も大きいクランではあるんですけど普通に強いですね。でもヒーローパートね、こけさせることができればどうだろう。結構ラバルがめちゃめちゃ多いなっていうのも見てて思ったんじゃないかな。こんなにラバル多いならラバル意識した方がいいなっていうところと、ちょっとね天才対策ってところでインフェルノが2本巻き込めて打てる配置が多かったので、まあ、2本そういう取られ方してたんですけど、取られ方っていうか打たれ方をしてたんですけど、誘いじゃないな、そこは気をつけた方がいいですね。確認を。小太一さんこんばんは。12、14バード今度こそ。さあ対戦始まっていきました。暇なし一緒にプランニングする。7分間。どっちにしろなんか配置出てくるもんな相手。うん、さあ、あこれガクの配置じゃないですか。あれ、あ、なんか変えてんのかな。これガクがガクの配置なのか、ガクが使ってただけでガクじゃないのかな。配置どうなんだろう。ガクの配置なのかな、レジェンドで流行ってる配置なのかな、どっちなんだろう。わかんねえけど、ガクがこの前対戦で使ってたこの配置。はいはいはい。あれ、ちょっと待って、これやってね、こいつら。これガクの配置でしょ。これこの前攻めたな。これダーケストムザンが使ってましたね。これウェイ君使ってたな。
ウェイ君使ってましたね。僕これ前回取りましたね、この配置。うん。これどういう経緯でこの配置使ってんだろう。どれが先なんだろう。誰が先でこれ使ってんだろう。おーすげえな、なんだこの配置。タウンホール13の頃の配置じゃんこれ。懐かしいっすね。タウンホール12とかそのレベルじゃないかなこれ。昔からありますよねこの配置。すごい配置出してきたな。はい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 。あれこれこれリュウタ君の配置だよね。ちょっと微妙に変えてるけど、これリュウタの配置ですね。これはリュウタ君の配置だね。うん、俺持ってるよこれ。やってんなこいつら。これは見たことあるけど誰かわかんない。なるほど。これ日本人なら取れるんじゃないか4番。結構なんだろう、なんならクイーンオーカーズもこれ対、あ、クイーンオーカーズが対戦で使っ、クラウスかスタドラだかその辺が誰か使ってたな対戦で。これ持ってんだよな多分。消しちゃったっけな。これっすね、これですね。これのなんか微妙に変えた感じっすね。穴塞いでここを大きいアーチャータワーにして反転させただけなんで。ちょ見といてくださいこれ。これやってんなこれ。これも絶対そうだよな。5分の4知ってる配置だなこれ。バトジンガーで確かに前からそういうの多いもんな。ちょっとパクってみたいなの、若干変えてみたいな。これはどっちが先かわかんねえけど、もう一昨日だか昨日だかそれぐらいに攻めた。昨日かな俺。あれダーケストムさんとやったのいつだっけ。これはちょっと配置手抜いちゃったんじゃないの、バトジンが。スターズベースって言ってる。どれがスターズベースこれ。1番これ対戦で使うのやばすぎ。これでもよくコピーしてたな。しかも微妙に、微妙にちゃんとなんか穴塞いだりしてるっていう。すごいな。反転すればオリジナルの精神、もうアキラですよそれ。アキラすぎる発想が。まあでも一番最初に4番を予約してるので、まあある程度知ってそうですね。ガクの配置はちなみにこの前星1で守ってましたね、1番の人。さあ13、13と、まあ、できればねどっちが勝つかまで書いていただけると。さあ一瞬でプランニングが終わっちゃいました。プランニングというかちょっと15番もなんかちょっと見よっか。そしたらこれは見たことない、ありそうでないんだけど、意外となんかめちゃめちゃ見たことありそうでちょっとないみたいな。逆にないなこれ。グランジョの位置特徴的すぎないかなこれ。こんなに端っこに出てることあるかな、グランジョ。これ何対策なんだろう。なんだこれ。逆にないなこんなに。だいたいなんか真ん中でマルチとセットだったりするんですけどね。
この歌知りたい。今流れてるのなんだ、8ビットって書いてある。いやでもこれ38秒だから1個前の曲かもしれん。どっちだろう、1個前の曲だったら分かんない。はい、てってれーさんこんばんは、お邪魔します。てってれー。よし、さああとはもうほんと取って守るだけですね。まあ負けてる方は非常に分かりやすい。逆に勝ってる側はね、一つでも取り落として相手から取られ続けると、あれせっかく勝ったのに負けちゃうぞっていうプレッシャーがね出てくるんでね、その辺うまく使っていきたいですね。白とおでん像入れ替えてる気がする。白とおでん像入れ替えてる。ああー本当だそうかもそうかもそうかも、これそうだよね。天才もクイーンのところ確定数あれだし、なんかめちゃめちゃそんな感じするわ。なんでそこ変えたんだろう、すごいことになってるけど。さあインドラスケルトンだ。さあスニーガブチェック、テンプレテスラ6時ですね、この配置でいうと。さあ9時からサイドカットをしていきつつ、いいですねインドラスケルトン。さあ突撃艦まで添えていって、ここはトーム強い、いトーム、トーム中に対空2本も処理ができそう。あこれです、大丈夫か大丈夫か、一瞬画面が安定してる、おっと思ったけど、あしっかりトルネードありますね。地味に変えてんのおもろいな。さあヒールいいですね、このヒール強いよ、このヒールめちゃくちゃ強い、あー強すぎる。大量のインドラとドラゴンライダーにヒールが入ってきましたね。さあテスラはまあある程度予想できそうな6時に生えてきつつ、シングルインフェルノの方はしっかりロイちゃん刺さりましたね。これいいんじゃないの、12時かご、いあまあでも時間あるから見送ってでもいいな。まあ1体出します、あ2体出したか。さあスケルトンしっかりと投石機大砲アーチャータワーを削るような置いていきつつ、ここフィストでターゲットもフィストの方で散らしていきたいところ。さあポイズンを置いて、まあリクスケ系がね、まあ出た時に一瞬で発動してくれるようなタイミング、しっかりここはリクスケ読み切っていって出てきましたね。読みポイズンだったんですがブースト刺さりました、完璧に決まりましたね今の読みポイズン。チータかこいつと言われてそうですが、さあこれは圧倒的にヒーローが残っていってガーサス、これはインドラスケルトンの採用はめちゃくちゃ強い、素晴らしい全開だガーサス。いやこのヒールめっちゃ強かったな、気持ちよかったな今の中心ヒール、めっちゃ気持ちいいヒールが入ったな。タラントさん2連で全開を取っていって、今回も1分52秒と高速アタック、ランランファイトうまいな、いやうまかったっすね今の、めちゃくちゃうまかった、完璧じゃないですか、完璧ですね。まあタウンホールにしっかりトルネードもあって、まあ割とね結構スーパードラゴンやるクランっていうのが相手に1戦目をね終えて思われてると思うので、まあドラゴンがねタウンにポイズ、タウンホールにね突撃艦を投げてくるってことで、今回の対戦は結構突撃艦はタウンホール付近にあると思いますね、しっかり罠まで置き換えてるなら。ナイスラ、青ランツさんいるじゃないですか、ナイスサラです、ガーサス今のもあったっすね、気持ちいいヒール入りましたね。今回は多分トロネがねほぼほぼタウン周りにあると思うんでね、ドラゴンした時のそこだけ気をつけたいですね、ドラ系やるなら。まああとは別の罠は新兵器に刺されそうかな、これは裂かれそうですね。明日共通テストあるので出ます、お先に落ちです、頑張ってください、めちゃくちゃ頑張ってください。そうだよね明日テストなんだよね確か、しかもさ今共通テストって言うんでしょ、もう世代を感じますね。
俺の時代センター試験だったからな。うわー、思い出すだけで緊張しちゃうよ。センター試験なんてめちゃめちゃ緊張したもんな。センター試験ガチ緊張した記憶あるわ。さあ、あ、また今回もトップバッターですが、クイヒーのドラゴンライダー。対策陣に切り替わるとね、こうやってクイヒーをやってくるというところで本当豊富ですよね。さあ、サイドカットやってって、これはタンクイヒーになりそうですかね。まあ、アバターもね、かなりね、攻め方が広いからな。これはどうだ、いいですね、いい処理になる。しっかり見切っていって、対空砲もあるんで、少し外周流しつつ、ホグを連れていって援軍を釣っていく。完璧だ。あー、これは美味しい。いいよ。うん、フリーズ4発あるんで、まあなんとかはなるかな。あそこいいんですか。穴開けに切り替えましたね。多分本当は違うプランだったと思うんだけど、6時持ってくプランだったと思うんですけど、これは6時引っ張って戻して穴開けだったかな。ガンも直接入れてこうって感じで、あ、ホーミング当たりましたね。もう一回投げたいね。そう、あ、これはいいホーミングチェックになるかと思ったらそっち行くんだ。まあどっちにしろ通る道あんま変わんないから、まあまあまあかな。さあ、ロイヤルチャンピオンギリギリですがクイーンと当たらず。これは美味しいですね。クイーン銀で処理されなかったの美味しいけど、どうだろう、初手トームかけないのかな。それフリーズかけるってことはかけないんですね、これは。さあ、結構ドラゴンライダーホーミングで落ちましたよ。もう2体しかいない。これ結構どうだ、これ守れないかな、どうだろう。ドラゴンライダー2体まで落ちたところでトーム、まだちょっとキングいるのか。クイーンが黒く熱い。これポイズン、ポイズンダイブ、これポイズンダイブ。安いもあったので押し戻りされつつ、どうですかね。ヒーラーがレイジに乗っている。ここはインビジブル、いい延命ですが、ドラゴンライダーもういないですね。これ守ったんじゃない。ウィ、さあ待ち構えるは9時のテスラモリ。やっぱバドジンガーはそうよ、対策陣の方が守れると思う。さあ、フィスト残ってるんですけど、ロイちゃんもう能力ないので、これとりあえず一防衛目できそうかな。お、いいね。いや、ヒーラーがなんか劇的展開でとかないね。うん、いいですね。とりあえずこれで星数同点になりそうですね。13対14だったんですけど、星数同点と。熱い。パーセントもそんなに高くないんで、まあ83のラインは超えてきたんで、まだね、星数は同点、パーセントで負けてるって状況ですけど。さあ、これはでかい防衛が入りましたよ。あと1防衛ですね。最低あと1防衛必要ですが、86だと。ただ初っ端で守れたのでかすぎる。これはナイス防衛ですね。内防、内防あるぞ。あるあるある。一発目で守れたのマジででかいな。さあ、来ましたノババリさん。スーパードラゴンですね。ウッドランチャーから突撃艦に切り替わっていく。エアスイーパーがね、こういう向きで向いてるので、まあ下からなのかな。とりあえずバルーンスダッシュで出していきつつ、援軍処理もできますからね。これやたら目立ちますね、このクラン城。これやばいよな。ただマジで初手トームでかけていつ、援軍は細かいものに切り替えてきましたね。
さあしっかり、ただこれはやっぱそうですね、まあ読まれてはいますけど、まあこのトルネードは、まあ、絶対来るでしょうねというところで、さっきもね何回か言ったんですけど、うんまいトルネは絶対来そうですね、この感じだと。さあクイーンの方がちょっとクローク、キングに捕まってクローク吐かされてしまいましたが、スーパードラゴンがすごい量まだ残ってます。初手でドームを使ってタウンホールに関しては突撃艦で吹っ飛ばすことをしているので、スーパードラゴンが死ぬ要素っていうのがなかったですね。イーグル砲も初手で潰せてるからね。これもフリーズ3発あるし、いったでしょ、止まり要素がない。これは今の理論上スーパードラゴンが緑、さあフリーズ3発能力残ってる。うん、これはいったね。対空砲にチェンした。さあスーパードラゴンがマルチを一緒に勝利をしてくれつつ、フリーズギリギリまで止めたね。まあどっちにしろですね、スーパードラゴンがこれは止まらない。クイーンも残って回収をしてくれつつ、大砲から撃ってくれましたスーパードラゴン。いいよ、これはあるぞ、これ気持ちいい。金庫殴ってるだけなのに、エリクサータンクが削れていく。さあ早めのドヤフリーズをかましていきつつ、スーパードラゴン3体生存。クランジをこっちに寄せることによって、こっち二次面からのスーパードラゴンを防いだみたいなイメージだったのかな。で逆サイド一応トルネードで対策してみたいなイメージだったのかな、どうなんだろう、そういうことだったのかな、このクラン城の採用は。それでは、それぐらいじゃ止まんないですね。ガチガチの初手トームでタウンまでトルネもねあったけど、しっかり通ったからね。これはもう逆転ののろしが上がりましたよ。さあ1分59秒という早い。相手が一つでもこけた瞬間にリードですね。ナイスサラです、ナイスサラ、ナイスサラ。これは激アツ展開やってきたぞ。さあしかもアバターから防衛できてますからね。バドジンガーの中だと全開率の高い方の選手から防衛ができているというところで、美味しいなこれは。ドラゴン系が多いですね、 KO 系は。まあ2回ともトルネをねしっかり、まあなんだろう、トルネだけじゃ守れないよっていうところですね。結局トルネがあっても通り切れずから来た。さあ天才ラバル61でゴーレムとジャンプを積んでるので、まあ、結構重めのリクパート見てそうですね。ウォールブレイカム2発。さあこれクロスボウ天才からのパウントツですね。なるほど、これでタウントツが安全に通るような仕組みを作っていきつつ、うまいなこれ、これうめえな。援軍を釣りつつタウンホールを処理しつつ、まあ、タウン脇をね一掃して、これは援軍処理までかましていく。さあウォールブレイカー2層でこれは投石の部屋まで開けていって、真ん中マルチ2本折り両ヒーロー処理ですね。これはどうだろう、これなんなら陸王でもありえるな。まあ無難なのは空ボーデンでやっていくのが無難かな、ラバルパートで。まあストライカー2体を持ってきてるってことは残ってもいいというふうに踏んでると思うので、陸王伝はつけてないですね。空パートで見ていく形になりそうですが、さあキングの方で内側竹取ったのを見て、外周部削りのスニークゴブリン。さあロイヤルチャンピオンを追加で出していって、ラバルも同時スタートしていきます。
さあイーグルがクイーンの方を飛んでますね。マルチ2本をこれクイーンで取りたいプランだと思うんですけど、さあクロークからのジャンプ、そしてもう一度マルチインフェルノの方へクイーンが誘導されていく。さあおっと、一体はとりあえずスルーしていったストライカー、あーラート多いのラバからのこれうまいな。赤枠出てきた、これはかけたいかも。そうですね、ちょっと気持ち早いんですけど赤枠が出たのを見てしっかりかけてきました。さあトームストライカーでクイーンを処理していってフリーズ。さあ残りは呪文がインビジブル1枚しかないんですが、 VL チャンピオン能力残ってるのでロイちゃん延命したい形になるかな。これは対地じゃないからね、逆にこれはロイちゃん、おーおー降りに行った、早めに使って。わー赤枠ガゴいる、ガゴが赤枠を回収してしまった。さあラバに先行してほしいんで、あうんまそれうめえ今のインビジブル。ラバだけかけずにラバを割りに行きつつロイちゃんとバルーンを延命していく、超キワキワの1マスより狭い範囲でのインビジブルだったんですけど完璧に決まりましたね今の。うんまー、まあリキレズに関してはね、守れるかどうかっていうよりもリキレズがこけるかどうかなんで、これは止まんないっすね。流れを断ち切りに来ましたね、バトジンガー側きっちりリードを保っていきます。こりゃうめえわ、これはうまいですね、さすがにうまいね、これは強すぎた、これはしょうがないね。今のは無理、このクイーンの誘導は今のまかったっすね、これはねしょうがない、事故です。ニキレズはねトツビズやめてから余計止まんなくなりましたね、誘えなくなっちゃったから。さあスーパードラゴン、まずは大砲を切っていきます。さあロケバルを刺していって、これ単突するのか、どうだどうなんだろう、これ対空に行ってほしかったのかな、どうなんだろう、行ったら行ったで援軍連れたし、まあちょっと分かんないけど。さあスーパードラゴン面で取っていって、まあこれ2択なんでね、相手がちゃんと、あまあここまで通ったってことはトルネがない、ほぼほぼないね、うん、しっかりトルネアケアの ロケバルだったと思うんですが、さあ中心スーパーガーゴイルということで、まあ相手はきっちりねドラゴン系が来るというところで援軍細かい系に入れ替えてきてますね。さあ中心のホーミングがやっぱり強いですね、あー強い、中心ホーミングを置くことで、まあドラゴン系中心部に入ったドラゴンを対策するような形でやってきてますね。クイーンが壁を殴っている、うーんどの3択でそうなった、しかもウォーデンまで加担し始めた、うーんちょっとこれはパーセント的にはかなりきつそう。スーパードラゴン全滅というところで、ホームが終わったところに対してねホーミングを狙い撃ちで合わせていったみたいな、なんか素通りしてきましたねこのロイキングを素通りして進むロイヤルチャンピオン、あー巨爆巨爆巨爆、うーんどうだ、かなりこれはあークイーン捕まっちゃうな、パーセント的にもかなりきついな。さあクイーン対決でここは当たりますが、ちょっとパーセントも苦しいですね、まあもう2防衛必要かな、そうなると。まあでもリキレズ使い切ってるのでまだなんとかなるかもしれない、もう2防衛しつつオール全開でいけばまだ勝てますね、パーセントではもう勝てないですね、勝ち筋としては残り3アタックか、3アタックで2回防衛して残り全て全開を取るというところで、まだギリ逆転のチャンスがありますね、まあ、3分の2ならまだ
ありそうかな。 68%。 まあ言うても3分の2前回だからな、この試合。まあ、ここで一つ守って同点で、パーセントでリードを取られてるので、もう一回防衛って感じだよね。そうだね。もしくは星1防衛が1個。で、一気に逆転か。そうだね。星1防衛が1個取れれば、それでめちゃめちゃ解決するんですけど。ホセとジーマとベースセットか。天才ラバル、もしくは純正ラバル、もしくはじゃあ純正じゃない、トツイズラバル、もしくはスケインブですね。ホセさんは、ジーマはちょっと戦術豊富だけど、直近は結構ねスマッシュ系とか陸系の、なんだろう、ドラ系が多いよね。ジーマはベースセットはクイヒーラバルのイメージだったけど、最初は天才ラバルやってましたね。とりあえずこの防衛、次のアタックで防衛が取れるかどうかでかなり違いますね。ここ一回守りたいな。取られるとかなりきついな。さあ、補正。編成は、スケインブっぽいかな、これは。突撃かな、どっちだろう。あー、でもこれ新兵器構えてるから、新兵器延命の形かな。あ、ポイズン入ってねえからスケインブだ。スケインブ真ん中ですね。うん、この人は結構スケインブもやるんでね。スケインブと突撃天才ラバルのイメージがありますね、この人は。さあ、これ外したら結構大戦犯になるから、ここ、ワンチャン失敗？さあ、レイジからのスケルトン、スケルトン、スケルトン。あ、シングルまで降りに行くような形。さあ、3方向に対して、さあ、これはしっかり決めていってるな。さあ、とどめのスケインブ、しっかり。まあ、怖いよね、今の。きっちり、降り切ることに成功しました。3施設プラスで大工まで削れましたね。マルチシングル。あー、しかも新兵器のケアもバッチリ、ジャイアントから。しっかりと、新兵器差し込んで、リクワナもチェック。さあ、逆サイド、リクスケルトン出たんですが、これ新兵器の方に走っています。さあ、この走ってるリクスケルトンに気づけるか。これ気づかず新兵器溶けてイーグルまで狙ってると思うんですけど、これ新兵器気づいてないぞ。潜り込んでる、完全に隠れてますね。これどうなんだ、ヒーローパート、それ合ってんのか、これ。あ、ちょっと最初見てなかったけど、さあ、穴開けしてきましたけど、その穴開け、あ、もう一枚ありましたか。あ、気づいたんだね。アーチャー出してるわ。さあ、インビジブル。いや、キング強いな、それ。ロイちゃんまで付け足してる。あー、これは、クロークでタウンホールまで。あ、トルネード？さすがに。これは強いな。さあ、時間切れの線もヒーローが外周に流れることで潰していきつつ、マルチまで行かれるとやばい。あー、行っちゃった。ラバーストライカー、ん？ストライカー出してない。クイーン処理、お、なんかラバルやばいことになってる。ん？っていうか、ラバルスタートそっちで合ってた？本当に。いやー、これどうだ、タイヤ微妙。クイーンゲーミング、防衛クイーンゲーミングですね、これは。さあ、オールから処理することによってクイーンを殴るやつをいなくしてから、オーデンを先に潰して、おや、なんとあそこから守れるのか。うわー、大量の赤爆弾。どうだ、オーデンゾーン残れ、君が残ってほしい。いやー、どうだ、数の暴力で押されたり、微妙なところ。あー、リクスケナイス。ん、どうだこれ。さあ、祭壇を守れクイーン、ギリギリですが、あー、リクスケルトンによってどっか行った。これ逆にまずいタイミングでやってきそうか。うわー、これ挟み撃ち食らう。うわー、逆にリクスケ邪魔したか、それは。
惜しい、惜しいな、マジか。これなんでラパルどういう、なるほど、ひー惜しいな今の。どっちかだったな、キングが生き残って外周施設回収しちゃってたのかな、時間切れを防いだ理由の一つにもなりましたね。スケイン部決めちゃったな今のは。さあ時間ですよ、来ました、スーパーネクロ。今回は天才ではなく純正の形ですね。ウッドランチャーなんで逆サイかな、今のスケイン部うまかったっすね。初手のスケイン部あの3施設マジでむずいからな、プランニングするの一番簡単なんだけど実際にやろうと思ってできるゲートではない、あれは練習を本当にしっかりして、した上でもなんか成功してもなんだかな決まったけど、今回は決まったけどみたいな感じになるんだよな俺はやんないけど、絶対対戦じゃやんない、ガチムチに練習して本当に自信ある時以外やんないですねあれは。さあ超早い展開、さあアイスゴーレムで、ああなるほど、これは防衛援軍は、あポイズンねえぞ、これいいタイミングで処理ができるか、ああなんとか処理ができましたね。さっきはストライカーにやられてちょっとトーンを吐かされてしまいましたからね。さあドラ系を意識した細かい援軍なんですが、これはスーパーネクラね、防衛援軍にあんまり左右されないというところでいい形で処理をしてきましたが、さあ穴開けを行いつつキング、あ投下兵舎に変わりましたね、キング投下兵舎を12時が流していきつつジャンプ、そうかジャンプ2枚あるもんね。さあ中心部の方へジャンプを使っていきつつ、さあ少し、うわークイーンだ、どっか行っちまった、どっか行っちまったよ、あしかも役が穴開けてやがるあいつ、ダメだ、おー帰ってきた、わーいいボールブレーカーだけどもういない。さあここトームギリギリでかけてロイヤルチャンピオンからのタゲとシングルインフェルノのタゲをかわしていますが、どうだろうこれは、ロイちゃんどっか行っちゃった、逆にシングル無双だ、うわーシングル止まれ止まれ、レイジーまだロイちゃんに固執しているこいつは、まあ、タウンホールはクイーンのクロークで一瞬で処理ができそうですね、なんとか処理はできつつ、テスラモリ、フリーズは3枚、さあまずはロイちゃん延命全力で行くしかないな、あーキングいんのか、タウンポイズンはもう終わったんですけど、そうですよね、打つしかないなこれは、きちい、これはきついっすね、ちょっと暴れちゃいましたね、面が広かったのでクイーンがまあ綺麗に入ってジャンプで真ん中飛べればってところだったんですけど、少しねこの辺の施設が残ってたのでクイーンが拾いに行っちゃいましたね。さあこれは 72% ということで星1防衛が必要になったかな、これでパーセントがちょっと低いので同点ではね勝てないのでね、これでどうなったんだ、初戦が1点差でこれが、あーそっか煮干しで同点だから星1か、星1だな、残り2発でしょ、22で10、12か、12、13対12、じゃ負けだから星1が1本と防衛が必要なのか、そうですね、この人はクイヒーのイメージですね、クイヒーのウッドランチャー型。さ
さあこれはどっちに誘導しますか。ヒーラーの角度的にイーグルの方に持ってきたそうなんですけど、うん、アナーキストこれウッドランチャーでタウンまでいける。その角度でいくなら中心貫くような感じになりそうだけど、もう本当に中華式みたいなウッドランチャー突き刺すつもりかな。あ、これユニコーン死んじゃうと結構変わるよ。ユニコーンやるのでかいな。ただ施設が遠いな。まあどうだろう。ギリギリ処理ができた。熱い。ヒーラー1体死んだのと同じぐらいのね。ヒーラー 1.5 1体 1.5 体分ぐらい死ぬからね。あ、これスケをかけていって、ウッドランチャー、そうか、確かにこれ壁割る距離短いからな。ここから登場ですね、きっと。あー、確かに、うん、ここから登場ですね。これで道を作ると穴が割らなきゃいけない量が少ないからね。これフリーズで割ったんじゃない。レイジかけたことによってこれは進みが速すぎて流れる。これ負け筋作ったよ、このレイジ。これはやったね。あ、星一防衛が必要だからこれワンチャン3からやっちゃうか。ドラゴンライダー、あー、でもクイーン帰ってきそう。そんなずるな、そんなことがあっていいんですか。撃て、ヒーラー撃て。あー、いよれ、そのストライカーうまい。ロイちゃんをストライカーで処理していって、お、ただ逆から展開したぞ。フリーズ残発あんのかまだ。いやー、働け、オーデン、オーデンド。さあタウンポイズンに一気にアイゴレ2体、よし、よかった。早くしね、お前。おー、そこかけんの？それやったろ？いやで、無理あるって、そのインブは。なんか、さすがにな。あ、ヒーラー死んだ。ワンチャンの星1、ちょっと外してるし。奇跡の？あー、惜しい。なんなら全開や。なんなら全開ってなると、最後、星0じゃないと勝てないわ。あー。なんと、さすがに強いですね。惜しいな。ちょっとふわふわしてたんですけど、取り切られましたね、自力。しっかりリカバリーをしきっての全開と。あそこのインブ、ロイちゃんかけるんだな。まあでも呪文余裕あったしね、確かに。壊しきるっていうあれだったのかな、今の。かけたところで壊しきれないから、普通に削っとこうぐらいのあれなのかな。まあフリーズでクイーンは延命できるからな、確かに。いやー。前回で13、星1、そっか、星0防衛だ。敵の星0防衛しかないな、こうなると。ジーマの回線強えからな。ジーマ回線強えからな。こいつ回線切れ、一回も見たことないわ。回線強そう。回線強そうな顔してんもんな、ジーマ。さ、スーパードラゴン。結構小物採用も多かったんですけど、強気にポイズンなしですね。さあ今回は新兵器ではなく突撃艦で行くのか。スケルトンも4枚あるんですけど、逆サイドヒーローリクス系もあるから、スケルトン込みで逆サイドヒーローやるのかな。うんですね。援軍はかなり細かい。あー、そういうわけではない。援軍はネクロだ。ただありえないぐらいのスピードで消えていった。いたのか、援軍っていうレベルで死んじゃいましたね。悲しいな、こんなに簡単に処理ができてしまうと。いやー、進みが良すぎる、これ。これ、いい入り方したな。タウンポイズン受けれるけど、これはいい入り方したな。圧倒的な勢いがもう素晴らしい。あー、でもちょっとイーグル追っときたい。
イーグルは降りたい、イーグルは降りたい。あー、あっちの、あっちのスーパードラゴンが竹取ってくれた。このイーグルは折れますね。ここからはリックスケルトン祭りで、もう一枚打っていいかな。うん、打った。さあラストフリーズはキングを守るために使っていきまして、外周部にかかるようにロイヤルチャンピオン能力解放。さあクイーンも黒く残ってって、ラストスケルトンをシングルインフェルノ打ってきましたが、どうでしょうか。このリックスケルトンの数が足りるかどうか。さあラッシーから、あーどうだ、打ち切れるか、捕まるか。おお、押し切った。なぜか残ってる闇兵者。さあクロークも残ってるので、これは押し切れそうですね。これは全開だ。いや、うまいな今の。超綺麗に入ったな今の。なってほしいように綺麗に進んだな今。さあリクスケルトンはめちゃくちゃあったので、まあ新兵器対策もあったかな、どうだろう。結構こっちをさっきの攻め見ると新兵器使われそうな顔してたんですけど。さあクイーンはクロックを使って最終、まあギリ星ゼロ防衛をすることで勝てますね。まだまだ星ゼロ防衛で勝ち筋が残りました。うーん、強いな今の。力強かったなスーパードラゴン。まあ、とはいえ13点もね、全然いいスコアではあるんですけど、1戦目のスコアがね13対14なので1点負けてるんですよね。そうなるとパーセントでも勝てないので、13対12で星1だったとしても負けてしまうと。13対12だと点数が同じになるのでパーセントで負け、つまり星ゼロで守るしかない。ただね、回線強そうなんだよな。ワンチャンここね攻め残しっていう、攻め残しだな、勝ち筋あるな、ワンチャンあるぞ。ここしかない勝ち筋は。さあ残り5秒、どうだ、残すのかジーマ、どうだ。あー来てしまった。うわ強え、回線度胸も強えし回線も強えわ。さあクイヒードラゴンライダー初手突、もう間髪入れず投げてったね、強気。もうちょい待った方が本当は良かったと思うけど、まあテスラ生えてねえしなっていう、もう一瞬で判断してきましたか、最初から決めてたか。うわーこれ突強リーズ。うわゴブリンに勝ったウィザード。うわこのウィザードめっちゃ伸びるな。星ゼロ防衛するためにはこのウィザード伸びてはいけませんね。サンクイヒーなのかな。ここまで切れてんの強え。この施設何だったか分からんけど、ここ切れてることによってこの通路入らないですねクイーンが。あこれワン通路クイヒーなのか。いやこれ通路クイヒーか、通路クイヒーでこのウォールブレイカーキング用か。さてはお、そこでつけるのか、なるほど、その角度うんま。これ残ってたらどうしたんだろう。それは陰部とか、まあ陰部使う、まあでもこれ入っちゃうしな、どっちにしろだよね。でも陰部使わないと入らないけど、まあまあまあ。さあドラゴンライダーロイヤルチャンピオンを添えて、そろそろ間違えて終了戦、戦闘終了を押さないと。シングルインフェルノが刺さっている、刺さっている、うわーぶっ刺さりましたね。おや？シンプル星1か。なんか星1にはなりそう。
ただでもこれドラゴンライダーのお釣りでターンホール取れそうだな。どうなんだろう。4体生存中。このテスラモリ強いな。対空砲回りだし、これシンプル星1中ここで最後の最後に星1防衛ってなると余計悔しいですね。1本取れてれば、うわうわ星1だ。うわザキツプ、うわ星1だ。いやー余計悔しいな。こうなると1個取れてればになっちゃったな。星1防衛はできたんですけど、くー、そうなるとあと1個持ってるか1個取ってるかでしたね。 91% 星1ということで、今回の対戦は13対12で、うん、パーセントが足りないですね。 88.60% というわけで、相手は 95.40 ということでね、2戦合計のスコアでね、星数の方は同点なんですけど、上2つですね。引っ張れるかな、そこね。無理だ。上2つなんですけど、星数は26対26点の同点なんですけど、パーセントの方で2戦ともバトジンガーが上回っていることで、BO2% で上回って、バトジンガーが勝ち抜けと。惜しいなぁ。1個は持ってるか1個取ってるか、どっちかで良くなっちゃったな。余計この星1がね、どうだろう。まあ相手が星1でも勝ちっていうところで逆から回した説はワンチャンあるけど、でもキングで結構甘めなダウンケアできましたね。まあしょうがない。惜しかったね。86と91か。まあしょうがない。まあ、KOK のね、ドラゴン構成というか、スーパードラゴンと、まあ、インドラも一回ありましたが、ぶっ刺さってましたね。世界に通用するドラゴンでしたが、あと一歩届かずと。マジであと一歩だな。よし。というわけで、これで。ベスト8からベスト4に入るわけなんですけど、バドジンガーが勝ち抜きと。残った8クランはこんな感じなんだけど、他の対戦ってどうなってんだろう。 ATN の対戦がどっか面白いってこと、バドジンガーとかと当たったらちょっと面白そうだな。そしたらちょっとまたいい時間なら配信し撮れそうならやろうかな。どうだろうって感じですけど、おお、あ、まだ終わってないんだ ATN とかは。そういう感じね。はいはい、はい、まだやってないらしい。なるほどね。残念。まあ残念ですが、大会はこれだけじゃないので、まあ1月新年明けまして始めまして始まったばっかなんで、ね、まあ今後にテーマカードも含め頑張っていきたいところですね。はい、というわけで、まあ、ちょっともう日本時間ではね、もう2時というところで遅い時間になりましたが、たくさんの応援ありがとうございました。そして改めてピカチュウさんスーパーチャットありがとうございました。すごく楽しかったですね。またクイーンウォーカーズだけじゃなくて日本戦とかでね、面白い試合があれば配信とかもしていきたいなと思っております。というわけで今回はこんな感じでおともいもチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。